1分でわかる平達夫 MMA 戦績13勝0敗 UFC 推し戦場に戦うフライ級の戦士です。日本では圧倒的な強さでシュート世界フライ級王座を獲得しており、格闘技界のご意見番青木真也からは日本にいるべき選手ではない格が違うと大絶賛。マウントポジションからの三角締めを得意としており、13勝のうち7回の一本勝ちで勝利しております。グランドだけではなく外国人に打ち負けない打撃も持っており、打撃を効かせてからの寝技は一級品です。10勝0敗の成績で UFC と契約していますが、その UFC では災難続きです。デビュー戦では対戦相手が食中毒により直前に中止になり延期されています。続く2戦目では対戦相手が 1.3 キロオーバー、しかし試合を受け2ラウンドで一方勝利しパフォーマンスオブザナイトを受賞。続く3戦目は1ラウンドで勝利し2試合連続パフォーマンスオブザナイトを受賞。迎えた4戦目では対戦相手が前日計量で 1.3 キロオーバーで中止ですが、7月8日エドガーチャレスと対戦が決定しています。